建材用のコンクリートブロック、レンガ、これらを素手で砕く空手のシワリ、他の格闘技にはない空手独自の凄みを表現する。かつてこのシワリの妙技によって故大山増達総裁より五段を引火された男がいる。南里師範のシワリはシワリ用に作られたものではなく、工事現場で実際に使用される頑丈なブロックやレンガを用いる。そのため拳に大きな負担がかかる。よし、始めますから高さを調整してね。今の空手家ってやっぱり競技じゃないですか。ただ板割ってるのは大山先生の言うことで、板の枚数で決めてるわけですね。あの板の枚数でこう決めてるんですけど、あの枚数はやっぱりその痛くないでしょ。板ちゅうねピチッとなるから、まあ、痛い、多少痛いでしょう、期待になると。だから体重の重い人がやっぱり、背が高い人は死闘ですね、背が小さい人は整形が上手ですけど、こう遠心力でくるから、例えば背のでかい1ミター80ぐらいの人はこの重ねたこういうやつを割れるって、ね、だから背が小さかったら下に置くよりこのまま叩いた方がいいですよね。正弦の方が強いと思います。だから、まあ、いろいろやり方としても選べもあるしということですね。深い深いって言われれば深いし、浅いって言われれば浅いし。Shut up!
はい、さあ。初段のものは2段、2段のものは3段、それから茶帯は初段、そのまま明日審査なくしに、組で出しにあげます。はい、よろしい。いや、無理しない方がいいぞ。あ、茶帯一回捨てやってみ。誰ができるのか、茶帯で。これ割れたら段。明日は審査なくてもね、もう初段になる。初段。はい、黒帯出てきてみ。黒帯の連中全部逃げちゃうんだろうよ。自信がないもの。安定していないんだから、フラフラしてるんでしょ。拡大に倒しただけですからね。ブロックが。だからこれが割れる人はね、人間叩いたら即死だね。しょら。はい、はい、よろしい。はい、それうら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